ープじゃないから。おい、人参。いらっしゃい、ポーソンさん。はいはい、おごりゃいいんだろう。ずいぶんと、まあ武骨な城ですね。この程度の苦情なぞ俺一人で落とせるもの。私と組むのは鬼神様からの指示ですよ、セット。ひっ、分かっている。さっさと片付けるぞ。そうですね、手早く片付けましょう。なんだメキ、その姿は。気泡を使うと体が縮むんですよ。じきに元に戻ります。あなたはどうぞお先に。わかったわかった。止まれ。貴様ただの魔物ではないな。その角、鬼だな。鬼などをこの国に入れてなるものか。敵相手にぬるい小銃垂れてんじゃねえぞ、人間でも。その目は。クソ。ほう、アジンとは珍しいな。あの蹴りが全然効いてねえ。サリー。あれ、私。やっと正気に戻ったか。サリー、早く逃げる。遠くへ逃げるなら一緒に。いいから行くぞ。ちょっと、人里に亜人というだけでも随分珍しいが、ここまで人間に肩入れする亜人など聞いたこともないわ。人参のお礼。はあ？サリーはフラウを怖がらない。フラウ、サリーと一緒にいたい。だから守る、それだけ。うわははは、その一年だけで俺に立ち向かうか。見上げた心意気だ。我が名は瀬戸、名乗り宇人。フラウ。いい攻撃だ。全く効いていないがな。速さはあるが重さが足らん。うかつに跳ねすぎだ。捕らえたぞ。これでしまいだ。まだ心が折れないとは大したものだ。殺すには惜しい。どうだ、あの人間を見捨てて逃げ出すならば生かしてやるぞ。フラウ、サリー守る。逃げない。その勢いよし。ならば。敬意を表し、
渾身の力で葬ってやろう。無人の戦士よ、大したものだ。あの状態からの捨て身の一撃、少しは効いたぞ。だがここまでだ。ブラウ、お前はその夫人が守ろうとした人間だな。良い手向けだ。二人揃えて送ってやろう。サリー、早く逃げる。サリー、またこの感じ。体が熱い。でもなんだか昔々のお話です。あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に。中略、さらばだ。ついには鬼を退治しましたが、外国にも鬼がいるようなので、桃太郎は海を渡りました。これはもしもの話だが、なんじゃこれは。もし流れてきた桃が一つではないとしたら、すごくいい気分。流れてきた桃が複数あるうちの一つに過ぎないとしたら、